俳優のえなりかずきが、今日15日に放送される日本テレビ系バラエティ番組、踊る。さんま御殿、毎週火曜19時56分チルダ、に登場し、潔癖エピソードを披露する。踊る、さんま御殿、に出演するえなりかずきイコール日本テレビ提供今回は、他人が触ったものは絶対に触り、たくない、という神経質芸能人たちと、そんなことは全く気にならない、というガサツ芸能人が大激論。えなりは、友人たちを自分の車に乗せるときに、食べ物を食べてほしくない、と思っているにもかかわらず、小さ。意図を思われたくない、という葛藤を告白するほか、他人が作った料理に対して、死を覚悟して食べる、とまで語る。また、入り病、大野あゆから潔癖女性タレントたちは、見えない虫が見える、家に入る前に風呂に入らせる、付き合うとき。いい家の中のものを全部買い替えさせた、などのエピソードを紹介し、司会の明石家さんまは、彼氏できにくい野郎な、と同情。さらに、実際にワイルドな男性が苦手というイリアと大野は、ヒゲとかほんと汚い、と言い出し、う？すらヒゲを生やした元 WBC 世界王者の山中慎介を、脱毛しようかな、と落ち込ませてしまう。そんな神経質芸能人たちに、ガサツ芸能人代表の千原誠二の怒りが爆発。お前らアホやから勉強せえ、価値観を押し付けるな、と終始吠えまくり。中でも後輩芸人、水田のへりくつの数々には、だから嫌われんねん、とば。さりだが、水田はそれでも先輩に反論をやめず、攻防戦を繰り広げる。そして、渡辺直美は、驚きの全裸生活を告白し、すべてをリビングで済ま。せようとするズボラな生活ぶりで神経質芸能人たちをドン引きさせる。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。